オーストラリアのニューサウスウェールズ州議会は先日、同州のの高等教育の発展に関する調査報告書を発表しました。報告書は、大学が中国と経済的なつながりを持っているために浸透工作の標的になっていると警鐘を鳴らしましたニューサウスウェールズ州議会は昨年5月調査委員会を設立し 大学に対する外国の影響を議題に含めました。同年9月、調査委員会は2回の公聴会を開催しました。先月22日、委員会は最終報告を発表しました。調査委員会はニューサウスウェールズ州の各大学から外国による干渉や浸透の証拠を集めました。委員会の主席を務めるニューサウスウェールズ州上院議員の マーク・レイサム氏は報告書の冒頭で同州の大学に在籍する海外からの留学生特に中国人留学生の数は年々増加しており各大学の重要な収入源になっていると指摘しました中国人留学生の学費はシドニー大学とニューサウスウェールズ大学の収入の30%を占めています報告書は大学が外国と 緊密な経済的関係にあると外国の影響や干渉を受けやすくなり大学の管理に大きなリスクをもたらすと指摘しています大学側がこれらのリスクを適切に管理できなければ学問の自由を保障することができなくなりますさらに経済的利益を失いたくないために大学側が外国による干渉のリスクを放置する可能性もあると言います 中国共産党政権や香港民主化運動に関連する出来事も取り上げられています昨年8月ニューサウスウェールズ大学の講師エレーヌ・ピアソン氏がツイッター上で中国共産党が香港の民主主義を破壊していると批判したところ大学側に投稿を削除されましたクイーンズランド大学の学生ドリュー・パブローさんは 香港の民主化運動を支持し中国政府との密接な関係を見直すよう大学側に呼びかけたため定額処分となりました。レイサム主席はニューサウスウェールズ州の各大学は幼稚なことに中国人留学生がもたらす経済的利益に依存し中国共産党政権の望むとおりに行動しているが これは良い結果をもたらすはずがないと書いていますそして大学の収益源の多様化とリスク管理は外国による干渉を防ぐ上で急務となっており持続可能な発展に不可欠だと指摘しました委員会は外国人による大学に対する献金にも懸念を表明しています報告書では中国人実業家の孝孝博士が ウェスタンシドニー大学の豪中芸術文化研究院に。三百五十万豪ドルの献金を行い。シドニー工科大学の豪中関係研究所の設立に際して。百八十万豪ドルの献金を行ったことについて触れています。二千十九年二月、オーストラリア政府は甲。こう。こう牧師の永住権を取り消しました。 同年、王孔牧氏はオーストラリア税務局に起訴されました。また、ニューサウスウェールズ州の汚職撲滅委員会も王孔牧氏の政治献金について調査しています。シドニー大学の准教授、サルバトーレ・バボーンズ氏は、中国政府が専任計画を通して、オーストラリアの大学に情報工作を仕掛け、 機密情報を盗んでいるのではないかと疑っていますバボンズ氏は委員会に宛てた提案の中で専任計画には機密情報の摂取という動機が隠されており大きな脅威であると指摘しました専任計画に参加するオーストラリアの学者たちは中国政府から口止めされているためオーストラリアの大学は彼らが中国で 副業に勤しんでいることなど知るよしもありません。したがって国家安全保障に関わる研究者が千任計画に参加すれば機密情報を漏えいします。最後に委員会は各大学に対し2018年外国影響透明化法に基づき外国の干渉を排除するための基本方針を策定するよう 呼びかけましたニュースは以上です